WBC ワールドベースボールクラシックの日本代表を率いた栗山英樹さんが自宅のある空知の栗山町の警察署で特殊詐欺防止に向けメッセージをしたためました。今日栗山警察署を訪れた栗山英樹さん、筆を手にして防犯のメッセージをしたためます。栗山さんが記したメッセージは、詐欺の手口を知って世界一安全な街を目指しましょう。特殊詐欺の被害防止を訴えたこのメッセージはクリアファイルに印刷され、今後8000枚が街頭などで配られる予定です。僕の場合は、まあ、とにかく何かあったら全て誰かに相談する。僕の周りには、ユニオンを着ている時はマネージャー必ず横にいてくれましたし、ユニオンを脱いで一人になってもすぐ何かあったらマネージャーに電話してますよ。まずは誰かに相談して確認を取って動き出すっていう。 WBC で世界一のチームを率いた栗山さんは、町の治安も世界一を目指すべきだと呼びかけました。皆さん住んでる町が、皆さんが世界一にしようと思えばね、絶対にその可能性はあるわけですから、みんなで頑張っていきたいと思います。警察は不審な電話がかかってきた場合は警察相談電話#9110に電話するよう呼びかけています。